とありがとう。お疲れもありがとう。愛してるもありがとう。ワンとバラもマリもありがとう。もう中村は無気力です。こんばんは。超絶無気力です。寝てた？いや一個も寝てないんですけど、本当になんかもう体に力が入らなくてタコみたいな感じ。もうふにゃふにゃして。お疲れ。ありがとう。みんなもお疲れ。とうとうありがとう。こんばんは。今日はガールズグラフ発売日です。皆さんゲットしましたか？ゲットしてください。なんと結構ボリューミーな感じで、結構なページ数載せていただいてるので、まだ届いてないって人もいるのか。なぎちゅうしてありがとう。じゅありがとう。待ってるところです。ハートバラありがとうございます。あさって届く予定って。そう、裏表紙です。なんで結構20ページぐらい多分載せてもらってると思います。すごいたくさん、ありがたいことに。どうもありがとう。プチ写真集。確かに出版社が宝島社さんなんで。そうなんですよ。なんか密かにこう写真集と連携しててですね。ありがとう。そう、なんか応募みたいなやつがあります。クリアファイル。川遊びの写真が毎休館あって可愛い。オレンジ色の水着のやつですよね。だからなんかね、川とかね普段行かんけんね、超楽しかった。なんか夏って感じでした。冷たかったです。川にプールに山に、あとはまあ室内か。山は結構登りました。そうなんですよ、夏って感じで。愛してる、ありがとう。グラビア、なんか多分今すごいいっぱい出てると思うんですけど、もう本当に水着とかたくさん出てると思うんですけど、解禁になったわけではなく今だけですので、はい、今だけなので、多分オフショットも何ですか、この写真集発売してこの期間、期間限定ですので。いろいろとね、写真集が終わって撮影したんですよ。
ジロー食べた日、ジロー食べた日じゃない、これ撮った日、ガールズグラフ撮った日ね、私動画撮ってるんですよ。なんか撮影の1日を撮ろうと思って動画撮ってるんですけど、まだ編集できてないから、ちょっと撮りますじゃない、編集しますね。それはね別の日なんよ。写真集と同じスタッフさんたちですか？いや違います。カメラマンさんもメイクさんもスタイリストさんも全員違う方たちですかね。写真集を企画してくださった方はそういろいろと回ってくださったりするんですけど、そうなんだよ。ありがとう。あとは、あ、そうだ、9月の28日だったっけな、あの NST 祭りに出演させていただきます。新潟ですね。前回私が参加できなくって、去年だったかな、そうなんですよ。ちょうどその日体調崩してしまって、新潟公演もあったのかな、だったんですけど、そう出演できず、でその NST 祭り、同じ場所かな、バンダイなんかね、私の本当ドラフト候補生の時の本当に思い出の場所なので絶対出たいって思ってたんですけど、場所違う？同じ？どうなんだろう、ちょっとそこ分かってない。ありがとう。そう、それに出演させていただきます。ステージが新しくなりました。あ、去年もってこと？ちょっと変わった？リニューアルしてる？あ、でも場所は一緒なのかな、ちょっとだけ変わってるみたいな、ちょっと想像ができないんですけど。ちょっと楽しみです。新潟いつぶりだろうって感じなんですけど、超公演ぶり？何年とかのだよね。そんぐらいだよね。何年ぶりとかだよね。いや、ドラフト以来ではないはず。それは、そんなことはないんですけど。そう、どうやって行くんだろう？飛行機かな？何で行くのか、飛行機な気がするんだけど、わかんない。もしかして、東京まで行って、東京から乗り換えるのかな？どうだろう。
え、去年は新幹線で来てた。マジ？でも飛行機もあるはず。だって私その去年体調不良になった時に前日ぐらいまで本当に戦ってて、結構で当日の飛行機も間に合うみたいな話をが出てて、で時間確認してたから結局行けなかったんだけど、でも飛行機も大阪経由とかなのかな、わかんないや、直はないのかな広島から。ありがとう。経由かも。絶対に体調崩さないようにします。え、日帰りとかある？どうだろう。なんか美味しいもん食べてねってくるけど、どうなんだろう、え、新潟ってどう、え、日帰りとかで行けるもんなのかな、わかんない。日帰りだったら往復12時間。日帰りなことはないか、わからんけど、泊まりなんじゃない。でも私29日スペイベあるよ。どうなることやら。新潟フードを食べたいと思います。かわいい、本当ありがとうございます。お寿司、お寿司ってめっちゃコメントくる。お寿司？お寿司が一番有名？そうなの？なんかあれ高いですか？カレーはね、あ、あれじゃない、バスセンターのカレーじゃない。イタリアンね、あのなんだっけ、三日月みたいな感じのやつ。あ、三日月？あ、わかんないけど。旅行、旅先の食事は値段を考えない。え？でもなんかお寿司ってさ、結構いくらまで行くかわかんないぐらいの怖いくない？なんかなんて言ったらいい？なんかちょっと日本語下手なんですけど、あの下手したらいいところで食べたらもう本当にもう足りなくなるぐらい、時価、あ、もう時価とかだったらもう、もういくらのが来るのか分かんないから。もう一貫もう何千円もするやつ出されたらもうやばい。時価ってさ、最初に値段聞けるんかな、これって今いくらなんですかって。ありがとう、ママありがとう。聞かないのがいいの？でもねえ、ねえ、ねえ、時価って書いといてくれたらいいのにね。
いくらだよみたいな、本日いくらだよみたいな。何食べたいか。私はつぶ貝、あとはイカ、あとはそうですね、まあ、なんかサザエとか、あとは、うん、縁側とかかな。好きなのはアワビって高級だっけ。あ、貝類好きですね。コリコリしてるの好きなの。てかなんかマジで変わるから、本当に好きなネタどん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 変わってった。白系が好きなのかも。渋い趣味だはぁ、マグロとかも好きですよ、王道。私あんま嫌いなもんないんですよね、そんなに。寿司のネタとかアニサキスがいない。いやだから味は好きなんですよ、サーモンとかも。でも食べてる途中でアニサキスが思い浮かんだらダメ。青物、サバもね、え、好きなんだけどね、味は。スーパーでアニサキス見たことあるよ。なんかブルーライト当てるといいらしいよ。そしたらなんか浮かび上がってくるらしい発見できるらしい。ブルーライト持ち歩いた方がいいかも。ブリ、あ、ブリ好き。油乗ったお魚好きですからね。ノドグロ、あ、高級魚ですね。寿司で言ったらね、なんか寿司ローのなんか食事券を持ってて、私でなんかお姉ちゃんに一緒に食べに行こうって、今度時間がある時食べに行こうって言ってて、で結構なんね、なんかあったんですよ、値段が、食事券が。だからこれ使い切らないといけないから一緒に食べ行こうよって誘ってたんですよ。そしたら、え、そんなに食べきれるかなみたいな言ってて、でそう、最近話したんだけど、食べきれるかなって、で、あ、じゃあもう本当に一貫とかのお寿司いっぱい食べようって言ったら、分かったって言って、じゃあ私茶碗蒸し特別に2個食べるからって言っててなんか茶碗蒸し2個食べる宣言してて、ちょっと可愛かったです。なんかいつもは1個にしてるけど、あの、今回は特別に2個食べるねって言って、茶碗蒸しを2個食べるらしい。お姉ちゃんね、茶碗蒸し大好きなんですよ。しかも具がない茶碗蒸しが好きらしい。飽きないのか。さあ、茶碗蒸しめっちゃ好きなよ、お姉ちゃん。そう、卵の部分が好きだし、なんかあのくら寿司の茶碗蒸しは結構具が少なめで、お姉ちゃんはめっちゃタイプらしい
くら寿司の茶碗蒸し超好きってよく言ってる。新潟。私何食べるか、私は粒貝もう10貫ぐらい食べようかな。なんか貝だったら永遠に食べれる。なんかあの油がないから貝って、だからなんかあっさりしてるから超食べれる。数いけるわ。他の貝は食べたことあるよ。でも赤貝とかはないんだよね。何貝食べたっけ、あのなんだっけ、鳥貝とか食べたことあるよ。あとはなんかなんたらかんたら貝とかなんかあの聞いたことないような貝。ホタテ？ああお姉ちゃんホタテで興奮してたよ。なんかホタテ、私ホタテ食べるからって言ってたよ。お姉ちゃんホタテ好きらしい。大興奮。あ、お姉ちゃんはわさび嫌いなんですよ。私お姉ちゃんと味覚あんま合わないんだよね。お姉ちゃんはわさび嫌い、苦手。コリコリした貝の味の違いがそれほどわからない。わかる、わからないよね。わかる。わかるんだかわからないんだか、その意見わかる、わからないよね。多分キキ貝みたいなしたらもう一個もわからん。何の貝ですかみたいな。そうでも好き。いくら？あーいくらね、いくらはなんかほんまにいくらかーって疑いながら食べる。これマスちゃうんかーって、ほんまにいくらかーって。なんかなんかね、マスのもあるらしい。マスの卵、あの鮭じゃなくて、そうそう、マス、マスはいくらじゃないの。え、マスっていくらなの。信じてあげて。なんかそう、あの北海道のいくらが美味しすぎて、マジで粒でかの。そう、大きさ違うよね。悪いやつだ。確かに小粒。球技を乗っけるのやめてほしいわ。確かにキュウリ乗ってるわ。ウニとかないかな。でもウニってさ、なんかあれだな、なんかフェアとかでしかやってないイメージある。
魚卵が苦手。たらこは？私でもたらこ好きでもたらこのお寿司は食べないんだけどね。ありがとう。あるよたらこの寿司、なんか軍艦に乗ってるんだよたらこが、ぴょぴょんって。おにぎりじゃないよ。でもなんかね、酢飯だからね、シャリが。たらこは白ご飯と食べるのがいいんだよね。珍しい背景。あ、これ私の棚です。棚？タンス。お寿司屋さん配信やってください。お寿司屋配信やってください。お寿司屋配信。やった、マイローとかやった。逆に高くなるっていうね、家で寿司やったら。ネタ買ってこんといけん。なんか海鮮じゃないのにしようかな。おいしかったん、ありがとうございます。闇寿司？怖っ。闇寿司。カニカマをカニって言って出してた。あーでもカニカマってまあカニみたいなもんですよね。カニカマについてカニはどう思ってるのかな？いいのかな？カニは本当にカニカマ。カニカマの存在知ってんのかな。だってカニカマってさ、カニ入ってないんでしょ、あれカニじゃないんでしょ、カニかまぼこであってさ、カニではないんでしょ。カニはどう思ってんのかな、そのことについて。モノマネ芸人が現れたみたいな感じなんじゃないのかな。でもさ、私はさ、カニカマとカニ同じように感じるからさ、あのカニカマ目つぶって食べたら、はあカニだって思うからさ、カニとしてはすごいショックだよね。カニショック、カニショック。カニはね、助かったと思ってるのか。あとニュー、あー明日は何曜日だ。明日は金曜日だ。
花金。え、13日なの？皆さん気をつけてください。13日の金曜日なの？ジェイソンね。はい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 、ワクワクしてる人がいる。ジェイソンかな。ちょっと男女予防。カズピースさん、今日もあなたの笑顔が誰かを救うさん、ヒッキーさん、ウマちゃんさん、スルメッコさん、福太郎さん、ヨッシーさん、キナペコさん、京極ヤクモさん、しぐれさん、コマネパパさん、東京のスワンさん。1位はドドドン、福ちゃん丸さんでした。ありがとうございました。お病、みんな明日も頑張ろうね。お疲れ。お病級。また明日。明日も頑張ろう。うわー、うえー。